これが今日車検に出す ZRX の1200のダイヤルです。僕はこのオイルクーラーをつけるのが好きで、オイルクーラーを毎回つけてます。ここはね、レートのセグレートスパイダー、フェラーリがあって、サンシャがあって、ダブル、コメントの、またコメントの方で、まあ、見たいバイクとかね、こういうのを買ってみたらみたいなのがあれば。はい、おはようございます。ちょっとね、急遽動画を撮ってるんですけど、今ガレージ来ました。春に向けてバイクの準備をしていきたいと思います。でこの前、まあ、動画アップしてるんですけど、まあ、上松さんの方でね、3台購入しました。4フォアと Z1、Z1000R2 かのローレプの3台を買ってます。まあそれはね、購入動画見てもらえたらわかると思います。順番にね、仕上がり次第納車してもらうんですけど、3台とも、まあ、オーバーホールして、エンジンの腰上オーバーホールかな。あと、まあ、カスタムも4フォアに関しては結構カスタムするんで、納車が早くて4月くらいかな。で全部揃うのが多分5月6月くらいになると思うんですよ。僕も最近バイク熱の方が出てきてるんで、今ね既存である3台を一旦車検取ろうと思います。今日業者さんの方連絡したら、まあ今日1台だけね引き取りに来てくれるってことなんで、まあ、せっかくだから動画撮ってます。風強いんでね。はい、じゃあ今ね男の隠れ家に来てます。ここはね、F8 入ってます。 F8 スパイダー、かっこいいね。まあ、これは、ロッソフォーミュラ1っていう色、パールの入った赤ね。フルカーボンと差し色で黄色を入れてる。で中はフルアルカンターラです。内装も差し色で黄色入れてます。このねセンターのボタンのところとか、あとハンドル、パドルのサイド、この辺までね入れてる人はなかなかいないんじゃないかな。あと黄色のストライプとステッチですね。一旦バイクの方いきますか。はい、バイクはここに入ってます。3台、ね、この3台 TW200 ね、これは昔僕が10代の時かな、ビューティフルライフっていうキムタクのドラマがあって、それ仕様から少しカスタムした感じかな。ロンスイとかついてなかったから10代からずっと持ってます。これはで、これが今日車検に出す ZRX の1200のダイブです。これは外装をね、オールペンしてます。これよく見るとわかるんだけど、感じでね、手書きなんですよ、全部。手書きで、ここもレースの模様が入ってる。で、カーボンパーツつけてもらって、で、シートもね、アルカンターラに変更してます。今日はこのダイグを車検に出します。一応ね、全部こうやってバッテリーのチャージャーつけてるから、バッテリーは大丈夫かなと。で、これが Z1000、LTD っていうバイク、当時の、まあ、LTD っていうモデルのバイクを、この KZ1000M2 仕様にしたものですね。これの本物も今買おうと思ってます。この仕様でも結構高いのかな？いくらするかちょっとわかんないけど、マーク2の本物を買うと今いいものだと700万とかするのかな、確か。まあこれはこれでかっこいいけど、やっぱ見る人が見るとすぐ分かっちゃうんですよね。特にね、ここね、
このヘッドがさ、マーク2だと、もうちょっと新しい年式になるから、角ヘッドなんだけど、これ丸ヘッドなんで、ここはすぐ分かっちゃうかなと思います。彼らを出していきます。ちょっとエンジンかかるかをね。はい、じゃあ改めてね、ダイムです。こんな感じでオールペン、フェンダーもねオールペンしてもらってる。ちょっと汚れてるけど、カウルもね、はい、いいね、かっこいい。でこれがね、こっち側の角度かっこいいんだよね。はい、マーク2仕様だけど、僕はこのオイルクーラーつけるのが好きで、オイルクーラーを毎回つけてます。あとはね、結構シンプルな方が好きかな。オイルクーラーつけてキャブ変えて、でマフラーを変えるくらいのカスタムです。いつもそんな感じです。と TW ね。じゃあ、業者さん取りに来るまで待ってよっか。いいっすね、こうやってね、いろいろ車を広げてね、ガレージにこうやって並べると楽しいっすよね。まあ、いろんな種類のバイクがあって、車もね、フェラーリがあって、国産車があって、ランボルギーニ、アベンタドール、アニベルサリー、これがハコスカ、新車のハコスカです。アメ車とベンツ。じゃあ業者さん来たみたいなんで、ハイエース使えますね。便利ですね。これがないと。レースもこれで行かれてるんですか。そうなんですよ。これロングになるんですか。これスーパーロング。一番大きいやつですよね。一番大きい。結構何でもいけるんですか。何でもいけます。ジェットも詰めそうですね。そうですね。便利だな。一台買おうかな。もうこれだけでいいんですか、固定は。これだけで本当は大丈夫です。念のため、はい、フロントのタイヤは今固定してます。はい。おお。固定用の金具とかは自分でつけちゃうんですか。もともとボルトをつける穴はあるんで。はい、ああ、ここにこういうのがついてる。これあるといいですね。そうなんです。ジェットもかなり多分詰めるんで、はい。ですよね。ウィンチとか、はい、あ、確かにウィンチつけちゃえばシートも倒せるんで、うんうんうん、すごい便利だ。なんかこいつをそういう使い方の車にカスタムできないかなと思ってたんですけど、あ、なるほど。でも行ける場所限られちゃうんですよね、これだと。そうですね。だいたいどれくらいですか、期間的に。期間的に、はい、ちょっと今回のシール、はい、1時間ほど。あ、はい、わ、はい、かりました、はい、じゃあお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。いえいえ、じゃあお願いします。はい、ってことで、とりあえずダイムの方車検にいたしました。ダイムは帰ってきたら、この2台も順番にメンテナンス、まあ、こっちに関してはね、もう
かなり長い間乗ってないんで、キャブのオーバーホール、あと、まあ、燃料コックの掃除とかね、そのあたりも必要なのかな、押してもらおうと思います。で、車検取って乗れるようにしていきます。はい、そんな感じで、まあ、ちょっと短い動画なんですけど、僕のガレージライフでした。まあ、こんな感じでね、定期的にね、ちょっとした日常とかも撮っていけたらなと思います。まあ、またコメントの方で、まあ、見たいバイクとかね、こういうのを買ってみたらみたいな意見とかあればお願いします。はい、ってことで、高評価チャンネル登録お願いします。動画の概要欄にある LINE 公式の方では、僕が FX 初心者だった頃、こういった学習用コンテンツが欲しかったって本気で思える内容、無料で段階的に学んでいただけるようになってるんで、ぜひね、そっちも登録してみてください。はい、以上です。